こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんちょっといつもと違う環境なのか分かっていただけるかなと思うんですが、ちょっとコラボ動画を撮りたいなと思ってるんですね。でですね、まずは最初にテーマからお伝えしたいなと思うんですが、大人の清潔感を爆上げするアイテムを全部紹介ということで、もう保存版という形で皆さんには見ていただきたいなと思ってるんですね。まあ僕自身ですね、年齢非公表という形で常に言ってるんですが、もうそろそろ40代を迎えるわけなんですね。そんな僕自身もそろそろですね、まあファッションも大事なんだけど、その前に清潔感というテーマ、ここがね、ものすごい大事だなと思ってるんですね。で、僕自身もそういった動画を撮るんですけども、今回はこの清潔感というところを専門として非常に強い方をゲストとしてお呼びしてますので、早速呼んでみたいと思います。宮永エイトさんです。よろしくお願いします。来た。すごい。普段見てる方が来ましたよ。こんにちは。大人の白本宮永エイトです。いや、素晴らしいですね。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、僕自身もね、もう結構長く登録してまして。いや、あの、私もです。あ、本当ですか？2年くらいかな、登録してて。多分、始めた頃は一緒ぐらいですよね、ほぼほぼ。そうです。なんか同期って言っちゃなんですけども。同期ですね。何年くらいですか、同期でやられて。3年弱くらいですかね。あ、じゃあまさに同じくらいですよ。世代的にはね、ちょっと若いので、今、エイトさんは ?32 です。32歳ですね。7個差。いや、若くていいですね。素敵ですよ。そんな、まあ、エイトさんのちょっと自己紹介、まだ知らない方も中には少しだけいらっしゃると思うので、簡単にちょっとどういったことをされているのか、はい、はい、お伝えください。はい、大人の白物宮永エイトです。僕はですね、今、原宿で現役美容師が12年目になります。まあ、原宿で美容師をやりつつ、自分の YouTube チャンネルで、身だしなみというテーマで、ヘアスタイルやファッション、スキンケア、メイク、そんなところを発信しております。で、その傍らですね、自分の会社で、メンズスキンケアだったりとか、メイクとか、ワックスとかのブランド、レタッチっていうブランドを運営してまして、まあ、そこの代表もやっております。おー、すごいっすね。なんかやられてることが多岐にわたってますよね。まあそうですね。いろいろ手は出してるんですけども、まあ一貫して清潔感、身だしなみみたいなところをテーマにしてるので、うん、基本的に身だしなみの人と思っていただければいいんじゃないかなと、はい、思います。なんかこう部屋もホワイト一色で、はい、最初もなんか白衣じゃないけど、そんなイメージの時ありましたよね。すごいですね、恥ずかしい、はい。その時期から見てます、僕は。ありがとうございます、はい。この方はきっと伸びるだろうなと思ったら、皆さん、トップのトーンに抜かれてますよ。18万人、19万人くらいですか、そろそろ。そうですね、今18万ちょっとくらいですかね。そうですね、すごいですよ。皆さんもね、ぜひ、リンクを下に貼っておきますので、そちらから見ていただきたいなと思うんですが、そのですね、宮永エイトさんがおすすめする、まあ、清潔感を高めるためのアイテムを、ちょっと私物を持ってきてもらったので、めっちゃ持ってきました。あ、すごいですね。先ほどちょっとラインナップ見せてもらったんですが、これはね、本当に僕も知らないものがほとんどだったので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、というわけで、まず一つ目、はい、どこから行きましょうか。じゃあ、お顔周りから行きましょうかね。はい。1個目。ババン。お、ヒゲストーリー。ヒゲストーリー。はいはいはい、はい。電動シェーバーなんですけども、ちょっと一味違う電動シェーバーなんですね、これ。なんかパッと見はなんか普通っちゃ普通ですよね。はいはい、実はですね、イオン導入ができるスキンケアシェーバーということで。うん、イオン導入、はい。ヒゲ剃りって、まあ、歯が当たるわけなんですけども、うんうん、これ毎朝毎朝歯が当たってしまうと痛くなっちゃったりとか。そうですよね。カミソリ負けみたいなのありますよね。まあ、ここが荒れたりとかする方多いと思うんですけども、うんうん、そんなのを解消する商品になってます。なるほど、はい。実はですね、化粧水だったりとか美容液をつけた後に剃るんですね。あ、そうなんですね、はい。で、どういうことかというと、ヒゲ剃る、ここの歯があるじゃないですか、うんうん、その下にこの銀色の部分がイオン導入パネルなんです。おうおうおう。なんで化粧水とか美容液のいい成分を導入しながら剃れるんですね。導入しながら、だから、うんうん、ヒゲ剃りのマイナス、はい、美容液のプラス、プラマイゼロになっちゃう。なるほど。すごいっすね、はい、じゃあこれヒゲ剃るときに荒れちゃう方なんかが使うとすごくいいって感じで
ですね。はい、僕もあの、髭剃るようになってから、あの、これを使うようになったんですけど、うん、全然荒れなくなりましたね。あ、そうなんですね。うん、かなり。これちょっと革命的な香りがしますね。はい、しかも、ここ上の天板もそうなんですけど、この側面も全部イオン通りになって、うんうんうん、なんで、あの、美顔器と食材です。美顔器なんで、化粧水とか乳液、美容液、そういったものをやった後に、イオンモード。うんうんうん、だけやると、これが温まってきて、これだけでも、スキンケアとして使える。なるほど。すごいっすね。すごくないですか？なんか、ね、髭剃りって男っぽい感じがして、うん、美容のイメージってあんまないですけど、これだいぶなんか、メンズケア的な部分が大きいですね。はい、最高です。これ一台持ってくといいですよ。本当に。すごい。はい。これ一つ目です。一つ目ですね。これはパナソニックの商品ですかね。そうです。はい、スキンケアシェーブ。売れちゃいますね、これね。売れちゃいます。あの案件じゃないですか。はい。これは、はい、本当にいいものをお勧めしていただきます。はい。はい、まず一つ目はこちら、はい。シェーバーカラーでした。はい。はい、ということで、二つ目、行ってみましょうか。はい。じゃあ、このまま引き続き、お顔周り行こうかなと思うんですけども、うんうんうん、やっぱりあの、スキンケアですよね。やっぱまあしてる方としてない方は正直いらっしゃると思います。まあそうですよね、うん。ちょっと手間がかかるっていうイメージもありますもんね。うん、そうなんですよ。やっぱスキンケアって想像すると何しなきゃって思いますか？なんかとりあえず化粧水をつけとこうかなっていうイメージはあるんですけど、はい、それ単体でしばらく着てたんで、うん、その先というか、他なんかつけなくちゃいけないとか、はい、女性つけてんなみたいなイメージなんですよ。ですよね、はい。そうなんですよ。やっぱりあの皆さんのパートナーうん、奥さんとかはいろいろつけてると思うんですけど、つけてますよね。どれだけつけてんだみたいなのがありますよね。まああれやっぱ意味があって、まあ、化粧水だとか乳液、美容液、まあマスクだったりとかいろいろありますけども、うん、ぶっちゃけめんどくさい。まあちょっと手間かかりますよね。はい、チュンさんの本に服がめんどいってありましたけども、スキンケアもめんどいですよ。スキンケアめんどいっすよ。なんで、はい、オールインワンでいきましょう。オールインワンというのは、オールインワン、なんか全部入ってる系なんですか？名前的に。化粧水、乳液、美容液、全部入ってるっていうのが、はい、まあ、オールインワンなんですけども。はいはいはい。これでよくないですか？楽ですね。はい。1本で済むならそれが一番ですよね。はい。で、まあ、一応化粧水、乳液、美容液って、まあ、言ってしまえば、こう、それぞれ自分が欲しいものを、カスタムできるんで、うんうん、自分好みにできるんですよね。はい、だから普段してるコーディネートとかってそうだと思うんですけど、うんうん、まあ僕今日着てるように、セットアップ。はいはい。これは究極の時短で、かっこいいを叶えられる最強のアイテムじゃないですか。うん、まさに。なんで、スキンケア界のセットアップと思って。なるほど。また、5位のこのね、バリエーションいっぱい持ってますね。そっか、なるほど。これ1本でもう決まってしまうってことですね。なんで、まあ、セットアップだとね、本当にこう、細かいカスタマイズできないんですけども、うん、まあ、まあいいよね。そうですよね。感じだと思うんで。こういうの一本持ってるといいと思いますね。はい。マニフィックさんのモイスチャーライジングジェル。なるほど。ジェルローション。これかっこいいですね、パッケージもね。昴生さんから出てる。あ、そうなんですね。昴生さんなんで、安心して使っていただける。どこで買えますか？アマゾンで買えます。あ、アマゾンで買えるんですね。はい、買えます。すごい。これ一本あれば、すべてが整い、はい、セットアップ的な感覚で使えるということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、続いて、3点目。3点目。はい。3点目何にしましょうか。いっぱいなんか横にありますけど。わかりました。皆さん、日焼け止め塗られてますか？日焼け止め、どうなんですか？夏のイメージがあって。ですよね。なんか、今はちょうど春、まあこれから初夏とかなんですけど、はい、ギリギリ使い始めた方もいるかどうかってことですか？ですよね。まあでも、言うて365日、紫外線出てます。まあまあそうですよね。はい。で、今日みたいな曇りの日もしっかり出てます。うん、で、正直、この日焼け止めこそ僕最強のスキンケアだと思ってます。もう化粧水、乳液、高い美容器買うより、日焼け止めを365日塗るというのが、もう究極だと僕は思っていて、でも紫外線って、シミとか、そういったものを、皮膚老化ですね。はいはい、皮膚老化を 80% が紫外線と言われてるんですよ。おー、80%。大体それじゃないですか。そうなんですよ。はあ、で、僕も今、美容クリニックとか行って、肌の状態をこうスキャンみたいなして見てもらうんですけど、シミ予備軍みたいな。すごいめっちゃあるんですよ。あれ、ショックですよね、見るとね。だから、僕でさえそんなにあるんで、やっぱり塗ってないと、10年後、20年後。いや、
くるくるくる来てますよ。シワとか。うん。シミとか。そういうのが出てくると思うんで、まあ、日焼け止め塗ってもらいたい。はい。なんですけど、めんどい。めんどいし、またそれまたなんか女の子のもあって、どれ選べばいいのかわかんないですよね。簡単なのあるんですよ。あるんですよ。簡単なやつ。売ってますね、引き出し。ババン。なんすよ、これ。これ、なんか形が。これ日焼け止め日焼け止めじゃないですね、これ。これ、はい、スティックタイプの日焼け止めなんです。へぇー、なんかそんな初めて見ましたね。はい、資生堂メンさんが出てるんですけども、で、日焼け止めって結構独特な匂いというか、うん、ありますよね。日焼け止めっぽい匂いあるじゃないですか。うんうん、それ全然しないですね。向こうで。うん、なんかちょっと清涼感あるような匂いがちょっとしますけども、ね、全然ほとんどしないですね。そうですよ。で、これを、こうやるだけです。ほう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 。朝。最高。なんか、こう、プッシュして、はい、こう伸ばして、これがめんどくさいですよね。めんどくさいですね。あ、そうなんですね。で、全然軽いんですよ。へぇー。ちょっと、手の甲に。ほんとだ。軽くないですか？軽いですね。なのに、これが SPF50 プラスの PA4 プラスっていう、ほぼマックス値なんで。あ、そうなんですね。はい、夏フェスでもいけます。あ、そうなんですね。めっちゃいいですよ。こうやって携帯しやすいし、ね。そうなんですよ。胸ポケットし。おぉ、スマート。スマートに日焼け止め。まあ、日焼け止めね、なんかこう、日中塗り重ねるとか、塗り直すっていうのが結構大事なんですよ、ね。そうなんですね。こんぐらいコンパクトに持ちやすいものっていうのは評価高いし、かっこいい。そうですね、スタイリッシュですよね。なんか全部スタイリッシュですね。全部スタイリッシュですね。すごいなぁ、さすがですよね。大事っすね、はい。これは初めて見ました。はい、これどこで売ってますか？伊勢丹とか。これはまあ伊勢丹とか、ね、アマゾンであります。アマゾンって、あ、そうなんですね。知らなかった。ああ、でもね、こういうのって、メンズ日焼け止めとかでも出てこなくないですか、最初。そうかもしんないですね。大体こう、女性のメンズ向けだったらこれかな、みたいなの選んでるのが多い。多いですよね。うん、意外とこういうの出てこない。出てこないですよね。うん、これはやっぱりプロならではの、うん、まさに心理眼が光ったところですね。はい。続いて、じゃあ4点目ですね。はい、4点目。4点目はですね、うん、髪の毛いきましょうか。お、髪の毛も専門分野ですね。はい、専門分野ですね。はい、じゃあ1個目はですね、ちょっと手前無双で申し上げないんですけども、うちのベタッチのグリース。おー、これは便利ですよね。これはめちゃくちゃいいです。うんうんうん、で、やっぱり3、40代になってくると、前髪を上げるっていうのがすごくいいんですね。おー、なるほど。これなんでいいかっていうと、まあ単純にこう顔の明るい部分が増えるんで、あー、なるほどね、こうシャキッとした印象だったりとか、誠実な印象になる。うんうんうん、で、さらに、上げることによって、前髪がここにある状態より、光が目に入りやすいんですね。おー、なるほど。もう普段からやられて、さすが。めっちゃ光ってると思いますよね。なるほど。もうだから、レフ板みたいなもんですね。レフ板、なるほど。期待がですかね。はい。なんで、印象を明るくしてくれるんですよ。なんで、やっぱ、30代、40代の方は、前髪を上げる、アップバングをするっていうのが、僕は正義だと、意味を持っているんですけど、アップバングに使いやすいスタイリング何かなって思った時に、グリースなんですよ。グリースなんですね。なるほど。グリース。で、グリースって、どういったものかというと、水性ポマードと言われてますけども、まあ、上げる、ポマードのガチガチのロカビリーの人みたいなんですか、あれって油性なんですよ。あ、なるほど。ジャンプ全然落ちないです。なんかそんなイメージあります、はい。それを水性にしたのがグリース、うん。なるほど。はい。そこから初めて知りました。そうなんですね。なんで水性なんで、グリースって簡単に落ちるんですよね。あ、お湯でほぼ落ちる。いいっすね、はい。溶けちゃう。確かになんか落ちづらいのちょっときついっすもんね。はい、そうなんです。まあ、ジェルみたいにツヤが出るんですけども、ジェルと違う部分で言うと、バキバキに固まらないんですね。あ、なるほど。なので、再生発だと。ああああ、僕も今つけてるんですけども、ツヤがあって、アップバングするパワーもありつつ、うん、こう再生発できるんで、ちょっと崩れたりもしたりとか、うん、トイレでこういうふうに直すことができる。なるほど、ね。まあ、非常に扱いやすいアイテムです、ね。と、うんうん、いうことです。うん、なんで、ぜひこれちょっと、修正使っていただきたい。次回から愛用品も。いいですね。はい、また、このパッケージかっこいいですよね。ありがとうございます。なんかこだわってますね。めちゃくちゃこだわってますね。なんかこの雰囲気が全部合ってるって感じで。ありがとうございます。僕好みのバッター。集めちゃいました。いいですね。モノトーンのかっこいいですね。はい。はい、なんでアップバングするときに使ってください。うんうんうん。ということで、まあ、アップバングにもう一個必要なものがあるんですよ。おう。はい。なんかね、こう、どのようにセッティングするのかがわかんないってありますよね。そうですね。
セッティングの時に、一番めちゃくちゃ使いやすいやつがあって、はい、こちらです。お串ですか？これ見たことあります？なんだろう、形状。なんかこういうのって、あるっちゃあるけど、なんか、またかっこいい感じを持ってきましたね。これ、メッシュコーンと言いまして、バーバーさん、アメリカンバーバーとかが使っているコーンなんですよ。コーンって言ったら、こう、細い、こう、ね、100均とかに付いてる。ありますね。はい。なんですけど、こっちの方が断然しやすいんですよ。で、このアラバと蜜葉があって、最初、グリースとか、ジェルとか、ワックスつけるじゃないですか。テクシでもなんとなく引っかかりません？引っかかりますね。引っかかりますよね。引っかかるんで、こんぐらい粗い方がいいんですよ。ああ。こんな粗いのないっすよね、でもね。だから最初、これで、こう、溶くんですよ。溶いて、大体の、こう、テクシ感を出していくんですけど、もっと密に、質感を出したいっていうふうに、こう、細いのでやると、こう、目の、束ができてくるんですね。目の束が。なんで、より清潔感のある質感が出せる。で、グリスをつけた後にこれで溶いて、うん、すると、すっげえ綺麗になると、まあ、皆さん、パーマかかってる方も、こういうので溶いてあげると、より、いけるんですね。いい感じにセットできると思います。こんなのがあるんですね。はい、まあ、なんで、これも Amazon で多分500円くらい買える。あ、そうなんですね、はい。それいいっすね。買いやすいっていうのがね。メッシュコーン。これはちょっとなんか、今までの自分たちの価値観には全く内見なので、ぜひ。すごいですね。そのように使ってください。これも、僕、美容室の現場でも使ってます。あ、そうなんですね。じゃあもう、プロが使うもう愛用品としてもね、はい、素晴らしいの教えてもらいましたね。ですね。すごい。はい、1、2、3、4、5。はい、5点いきましたが、続いて。はい、まだまだあります。ね。はい。まあ、これ、スキンケアの話したと思うんですけども、はい、頭皮もケアしたい。頭皮というふうに思っていて。そうですね。僕ら世代。はい。はい。やっぱり、頭皮の匂い気になりませんか？なる。もうこれはね、30代ね、だんだんこう、中ぐらからだんだんそういうの、うん、気になるようになりましたね。なんか、自分で嗅いでも臭いし、うん、やっぱ奥さんとかパートナーに、香ばしいね。香ばしいに優しく伝えてくれますけどね。言われるんですよね。その時に何をしたらいいのかって、皆さんわかんないと思う。シャンプーすればいいのかって思って、うんね、みんな一生懸命シャンプーするんですけども、ここがですね、肝なんですよ。シャンプーしすぎると乾燥するんですよ。おなるほど。乾燥した後にお風呂出て、ドライヤーかけますよね。はい、さらに乾燥しますね、はい。で、乾燥すると何が起きるかっていうと、うん、乾燥した状態って察知するんですよね、肌が、うんうんうん。乾燥してる時に察知したら何しなきゃいけないかっていうと、油を出せっていう指令が出てくるんですよ。ああ、なるほど。乾燥してから油を出せって言って、うん、余計に油出ちゃう。ああ。で、これが、臭い。悪循環ですね。悪循環。なるほど。で、油が出るから、一生懸命シャンプーする。うん、シャンプーしたら乾燥する。油出せ出る。洗うっていう悪循環。なるほど。それ陥りがちですね。そうです。で、これを食い止めたいね。うん。食い止めるために何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、もちろん、マイルドなシャンプーとか、優しくシャンプーするっていうのは、もう大前提があって、うん、その乾かす前に、保湿をしましょうということで、こういうのが出るんですね。保湿？はい。まるでなんか、肌みたいですね。はい。本当に、おっしゃる通り、スキンケアと一緒です。ああ、そうなんですね。はい、頭皮ケアも保湿をしてあげましょう。っていうところで、こういう保湿剤ですね。へぇー、はい、こんなのあるんですね。洗い流さないスカルプトリートメント。はい、そういうのがあるんですけども、おーおーこれをですね、ドライヤーの前に、つけて、ちょっとオミオにして。すると、保湿もされるし、香り自体もやっぱりついているので、臭くならないし、あとは、まあ、ものによるんですけども、こういうのは、こう、薄毛とかそういうところにも、まあ、効くとは言えないです。効率的に。言えないんですけども、まあ、そういうところにもアプローチしますよっていう、うんうん、ロレアルさん。なるほど。商品。知らなかった、これは。これ、いいですよ。いいですね。はい。なんで、これやるようになってから、奥さんに臭いって言わなくて。あ、本当ですか？大事じゃないですか。大事っすね。うちの奥さん優しいからな。言ってないけど。もしかしたら、もう今すぐ買わないとダメですよ、皆さん。一緒に買いましょう。はい、素敵なものを教えてもらいましたね。はい。はい、1、2、3、4、5、6点いったんで、はい、続いて7点目ですか？はい、7点目。はい。まあ、続いて、
まあ、これ、専門分野だと思うので、まあ、共通の匂いっていう。はい。服の匂い。おー、いいですね。プラウドメン、スーツリフレッシャー。これは定番ですよね。定番ですね。これ皆さんも見たことあると思うし。はい。シュンさんも動画で。あ、これあげたことありますね。はい、唯一、初めて知ってるわけできました。こんだけ知らないものがね、出てくると、はい、新鮮でしたが。いい匂いですよね、これまたね。これ、実は僕、出会ったきっかけが、うちの親父が使ってた。あ、そうなんですね。うちの親父、結構、イケオジで、60代なのに、レイバンとか。おぉ、すごい素敵なパパの先駆けです。だから、やっぱりそういう、なんか、昔から清潔感みたいなのを意識してた、根底には多分、僕、親父の影響があるんですけど、すごいですね。親父がずっと使ってたのが、これで、やっぱこう、保管する前に、絶対これシュッシュやってました。そうすると、親父臭いって思ったことないです。ああ、そうですか。これすごくないですか？すごいですよね。世代的にはね、ちょっとそういうのありますもんね。ありますよね。僕がちっちゃい頃から大人になるまでお父さん臭いって思わなかったっていうのも一つのアイテムにこれあるんじゃないかなって思います。で、保管の前に出社して、はい、綺麗な状態でクローゼットに入れるっていうのはすごく大事かなと思います。そうですよね、はい、香りの感じもこういわゆる大手さんのやつと比べるとちょっとこう品のいい感じというか、はい、そうですね、センスのいい香りしますよね。はい、なんでこれ大事か、大事ですね。で、これ何にかけるかと、はい、言うと、ファッションって部分ですね。うん、僕が清潔感を保つために、ファッションどういうのを気にしてるんですかっていうのを、うん、中さんに事前に、そう。気になりますよね。聞いていただいたんですけども、うん、僕は今着ているセットアップ。お、やっぱり、これだけお願いしますけど。ここ繋がってて、ね、うん、リンクするんですね。やっぱり手軽に清潔感を出したい。それセンスいいって思われたい。うん。で、なった時に、危ないなっていう。そうですよね。もうアウターとボトムスが決まってるっていうね。これ最強ですよね。で、塩気変えるの。はい。はい、いや、もうこれが似合っちゃうの最高ですね。はい。ちなみに今日来てるのは今日はパブリック東京さんのオーダーのものなんですけども、うん、やっぱり僕身長低いし、細いんですよ。ガリガリなんで。なんかそのイメージないですよね。細いのはわかるんですけど、意外とね、僕も小柄ですけど、僕よりも2、3センチ大きいですけども、そう、だからスタイルがいいので、いやいや、そうなんですけど、サイズ、超難しそうですよね。めちゃめちゃ難しいですよ。うんうん、で、やっぱり僕みたいな細い方もそうですし、まあ、硬いのいい方だったりとか、うん、ちょっとこう、お腹出てきたなとか、まあ、3、40代とか、うん、まあ、いろんな体型の方いらっしゃる。やっぱ今オーダーがかなり低価格になってきてるじゃないですか。本当そうですね。すごいですよ、ね。気軽にできますね。昔ってオーダーってやったら10万以上とか当たり前の世界だったのに、だから数万円でオーダーできちゃう。できちゃいます、ね。世界線になってるんで、いや本当にありがたいなと思って。僕オーダーのセットアップは4着5着ぐらい、ね。結構持ってます、ね。はい。もうそれだけでいいんで。うん、うん、はい。なんで、まあ、セットアップオーダーっていうのいいですね。いいのかな。なんかこのノーカラーっていうのは新鮮だと思いますね。ビジネスね、うん、差別化で。そうですよ、ね。カジュアルっぽくもある、うん。なんかシャープに見せるような。あれはネイビーですか？ネイビーですね。もう、爽やかですね。これね、ブラックもいいんですけど、ちょっとこう、清涼感あるネイビーが、うん、より清潔感とかも繋がりそうなので、はい、そうです。素敵だと思います。バッチリですね。大事ですね。ぜひ、頑張ります。はい、チェックしていただければと思いますね。はい。はい、じゃあ、続いて、もう残り2点ですね。はい、ラスト2点。完全版ですね。はい。じゃあ、これ多分、シュウさん紹介したんで、同じようなやつで。これはいいっすね。お洋服つながり。これなんだかわかりますかね、皆さんね。無印良品なんですね、うん、そうですね。無印良品で売っている、これがですね、携帯広告です。これはすごいっすよ。これは、バッグ、絶対入れといた方がいいですね。僕も、やっぱ、商談行く前とか、なんかこう、偉い人に会う、会食の前とか、うんは、絶対これバッグから出して、スッスッって、ほこりを取っていくっていうのは、もう心がけてます。で、結構黒い服とか好きなので、黒い服だとほこり目立つじゃないですか。まあ、冬のコートとかもそうだと思うんですけど、やっぱそういった時にこれがあるだけで、一気に清潔感が上がりますね。なるほど。なんで、これもすごい安いですね。めちゃ安いですよ。600円くらいです。うん、なんかほんと、500円あたりでしたよね。形状っていうか、コンパクトさっていうのは結構革命だなと思いましたね。革命ですね。これもバッグに入れてますか？僕も入れてますね。ですよね。はい、清潔感ある人は全員持ってるんじゃない？いや、ほんと、どこでも入れられますね。これとこれはもう、持ち運び、間違いないですね。胸ポケット。
マストですね。素晴らしいですね。はい。これで終わりだと思いきや、おまけ。おまけ。おまけ。おー、来た。やっぱり大事じゃないですか。大事っすね。これはなかなか触れづらいとこなんですけど。そうなんですよ。結構ね、こんにちは問題ありますよね。こんにちは問題。やっぱりなんかすっごいかっこいい人も、鼻毛が一本出てるだけで、もうそこしか気にならない。いやー、昔から僕そう思ってるんで、なんで、まあ自分も気をつけなきゃなと。いろいろ探したんですけど、これまあ結構古い形なんですけど、なんかこれどんどんパナソニックさんがアップデートされてて、鼻毛カッターだったら何でもいいかなと思うんですけど、これを毎朝大事っすね。大事っすね。これは本当全く同じだもん。そうですね。やっぱり大事ですよね。ただまあ今花粉症の季節だと思うんで、奥までやりすぎちゃうと鼻水止まんないんで、そこだけは気をつけていただいて、まあ見えるそうですね、入り口のね。入り口の部分とか、はい、コツがあって、笑った時に出る人いる。わかります、普通出ないんですけど、笑った時に、こんにちはってするんですよね。なんで、笑ったシミュレーションを鏡の前にして、この状態で出たところをやるっていうのを最後忘れずにやっていただけるといいかな。それ、多分、エイトさんの動画で見て、僕も覚えたんですけど、その顔をね、よく奥さんに見られたら、気まずい状態になってなりますね。大事ですよね。大事。ということで、こんな感じでいかがでしょうか。これはすごいですね。ちょっと保存版だと思いますね。ここまでなんか、プロがですね、もう愛用品をズバリとお伝えしてくれる動画はないので、素晴らしいチョイスだったと思いますね。ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、まあ、まずはこう取り入れられる範囲からでいいかなと思うので、はい、この中からチェックをしていただいて、清潔感を爆上げしていただければなと思ってます。はい。こんな形で、まあ、エイトさんはね、こういったこう清潔感だとか、身だしなみに対してもですね、どんどん素晴らしい動画、出してますし、本当ね、メンズファッションについてもいろいろお伝えしてくれているので、ぜひ、下のリンクからチェックをしていただければな、というふうに思ってます。はい、ということで、エイトさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらもありがとうございます。また遊びに来てください。ぜひぜひ、遊びに行かせていただきます。はい、はい、そしてまたこの後ですね、エイトさんの動画にも僕、出演させていただきますので、そちらもぜひチェックしていただければな、と思っています。はい、以上、スタイリストの大山俊と、宮永エイトでした。それではまた、